タングステンの10キロライトをこう3発この3発、はい、これが映り込みになるんですけども、本当だ、はい、をあの結構セットギリギリまで見切れる範囲まで近づけて撮らせてもらう、あの生物撮影におけるライティング技術を生かして、その人物ですとか風景といったさまざまな被写体を撮影させてもらって、ここハイライトがじわーっとこう馴染む柔らかい表現がすることができます。補助光のみだとこんな感じで、鏡を足すと、ここのアクセサリーの色味も少し出てきて、はい、フィニッシュといった感じになるんですけども、こんな感じであの生物撮影のライティングをやらせてもらっております。あとですね、カメラのセンサーと、被写体の位置をレンズの煽りによって平行に持ってきてます。そうすることによって手前から奥までピントが来るようになるんですね。さっきのアートレを巻きつけたものをレフ板としてこの右側面を起こしてもらう。